4月22日、朝の御言葉。神は、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。使徒の働き、五章三十一節。主イエスは、一度十字架につけられ、死んで葬られ、今は栄光の位についておられる。天の最も輝かしい地位は、 当然主のものとなった。キリストが天に挙げられたのは、私たちの代表としてであると思うことは、喜ばしい。キリストは天に挙げられ、父なる神の右の座につき、主なる神として、無常の栄光を持たれる。イエスが中保者として、天において持たれる誉れは、すべての生徒が受け継ぐものである。キリストとその民の結合は、 どれほど密接なものであるかを考えるのは喜ばしい。私たちは事実主と一体であり、主の主体である。コリンプト人への手紙第1、12章27節主が挙げられたことは、すなわち私たちが挙げられたことである。主は罪に打ち勝ち、父の御意についておられるが、同じように私たちもその御意につかせてくださる。 主は栄冠を持ち、私たちにも栄冠を与えられる。主は王座を持っておられるが、それを独占しようとはされない。主の右には、お昼の金をつけたその妃が座らなければならない。詩篇四十五偏九節。花嫁なくして、主は栄光を受けることはできない。信者よ、今イエスを仰ぎ見よ。 信仰の目をもって、主の頭の多くの王冠を見よ。そして、キリストのありのままの姿を見るとき、あなたもキリストに似たものとなることを覚えよ。ヨハネの手紙第一、三章二節。あなたは主のように偉大に、また神々しくはならない。しかし、ある程度までは、その栄光を受け、祝福を楽しみ。 主と同じ威言を受ける。しばらくの間、埋もれ着のように過ごすことに満足をせよ。貧困の野原で嫌になるような旅を続け、困難の丘を登るとしても、それはしばらくの間である。やがてあなたは、キリストと共にすべを治める。なぜなら主は、この人々を王国とし、祭祀とされました。彼らは地上を治めるのです。 と記されているからである。ヨハネの目視録五章十節お神の子たちにとり、それはなんと素晴らしいことだろう。私たちには今、天の宮廷に、私たちの光栄ある代表者、キリストがおられる。やがて主は来られ、私たちを受け入れてくださる。それで私たちは、主と共におり、主の栄光を見、 主の喜びを分かち持つようになるのである。